それではお呼びいたします。第10レース勝ちました2号艇西山貴弘選手です。お疲れ様でした。皆様この場をお借りしまして、昨日うちの土屋が大変ご迷惑をおかけしました。昨日宿舎で2時間ほど正座させました。お許しください。お疲れ様でした。お座りください。失礼します。やっぱり立ちますよ。はいはい。いや4年ぶりの戸田で、はい、輸出一番乗りとなりました。いやー本当ね、今頃土屋君がドキドキしてるんじゃないですか。うん、12レースにね登場しますが、はい、さあここはレースを振り返っていきたいと思います。枠なりの3対3でした。2コースからの進入となりました。スタートに関して隣の足立選手も出てくるところではありましたが、どんな風に見ていましたか。いやもう自分のスタートしようと思って、溜めて溜めてドーン行きました。上手なこの2番、ねえちょっとDVD 焼いてこれ。見事に、はい、見事に刺していきました。この辺りターン周りはいかがでしたか。いやターン周りが良くないと刺さらねえつの。そうですね。そこからさらに直線を伸びて、そして2マーク、はい、はい、先に取っていきましたが、で来るんですよ。ほらオールスターでこけとるでしょ。だけど調子に乗らないようにね、ちゃんと走り寄ったんですよ。右見て左見て、はい、で前向くの忘れたのですか。ほー危ない危ない、ターンマーク外すようになりました。昨日は、はい、からここにかけては、まあ、ちょっと気温も変わってきましたけれども、どんな調整されたんでしょうか。いや昨日ちょっとターン周り良かったんで、このまま行こうかなと思って乗ったらちょっと違かったんで。あ、そうだったんですか。はい、で加藤俊二さんにアドバイスもらおうかなと思ったら、そのままスーンと行かれてしまったんで。斉藤仁さんが、はい、アドバイスくれて、はい、はい、よかったですね。やっぱ、まあ、本番はよく、はい、そうですね、会いました。はい、はい、さあ明日に向けて、その明日に向けてもクソもないですよ。今日何食ったか覚えてねえのに、明日なんかあるわけないでしょう。もうお腹いっぱいね。はい、頑張れ桐生順平よ、優勝して優勝してほしいという声もかかっています。今からうちの嫁さんもそう言ってます。はい、4年ぶりのこの戸田、うん、そしてこの公開の勝利者インタビューもほぼ4年ぶりなんですよ。いいですね、皆さんありがとうございますね。優勝したらパーッと飲んでいきましょうね、みんなでね。ありがとうございます、ありがとうございます。では大勢集まっていただきましたので、明日に向けてメッセージをお願いいたします。はい、さあみんなで桐生順平の応援をしよう。ありがとうございました。西山選手でした。ありがとうございます。優勝はしてないんだからね、私。